これが神のカードだ。はい、どうもしゃまです。さあ、本日も懐かしデッキ開封していきたいと思います。スーパーデッキヘビーデスメタルということで、ザキラ主役のデッキですね。もう何を隠そう、スーパーデッキということでかなり貴重なものでございます。今回ね、たっぷりと味わっていきたいと思います。それでは開封していきましょう。三体神を信じよう。ザキラが選んだ最新切り札ヘビーデスメタルは、当たり前のように脅威の強さを見せつける。当たり前のように強さを見せつけるってちょっと面白いね。はい、しかも、これはですね、3体の神がリンクするということで、ゴッドリンクというねシステムを採用しているデッキになります。はい、後ろを見てみると、神が全てを奪う奪うって言っちゃったよ。もうディスフェニックスとかガルザークはまあ一応サブのメンバーということで、主役はこのゴッドリンクヘビーデスメタルですね。はい、ではデッキ見ていきましょう。はい、まずは破壊神です。破壊神ですですね。このカードは10マナ、払わなきゃ普通は召喚できないんですけども、最近ねゴッドサポートっていうの結構手厚くなってきて、割とねすぐに出すことができます。はい、破壊神ですが1枚大丈夫かこれ。はい、デーモンハンドが入ってますね。これおそらく4積みされてるんじゃないですかね。3枚デーモンハンドが入っております。このスーパーデッキっていうのは普通にねそのまま戦っても強いデッキなんで、なんかトリガーとかも結構積まれてるんですよね。竜神メタルマナ破壊をするゴッドになります。はい、これと、ヘビーと、デスがくっつきますと、竜神メタルが2枚かな、これは。あ、竜神メタル3枚入ってるんですね。何気アーマードドラゴンなんですよ。バラバラになってたやつが揃いまして4枚ですね。はい、竜神ヘビーです。一時期は電動カードになっていました。純粋にアドバンテージを稼げるね強いカードですね。このカードも、ヘビーメタルとくっつくこともできますし、ヘビーデスメタルという形でねこうやってくっつくことができます。なんかロマンあふれていいですよね。カードゲームってやっぱこういうコンボが楽しいですからね。3枚入ってんだ多分このスーパーデッキ出た後にね、どっかしらで制限がかかって、また今電動解除されたんですが、本当に強いカードですね。ドラゴンゾンビっていうのもいいしね。はい、フーマコングバジルですね。フーマコングバジル、ちょっとコンボがあるんですけど、これ後で説明します。はい、暗黒王デスフェニックスですね。ザキラの最初の切り札かな。はい、相手のね手札捨てさせたり、シールドも燃やしたりします。このカード結構少年時代に使おうと思っててね、進化元がなかなか揃わず出せなかったって人多いんじゃないでしょうかね。はい、クリムゾンチャージャー、チャージャー付きの除去ですね。はい、クリムゾンチャージャーが3枚入ってます。お、ドボルザークとかいいですね。結構ね収録少なくて割と手に入れづらいカードなんですが、フェニックスをサーチっていうね、さっきのデスフェニックスとかね、持ってこれますよって感じのカードです。ブラッティドラグン、あ、これもねちょっと後で説明しますね。とある技があります。はい、ブラッティドラグンが4枚入ってますね。でダークジョースか、ただで出せるデーモンコマンドって感じかな。うん、はい、煉獄スマッシュ、おー懐かしいねこれね。多色ではないカード、クリーチャー1体破壊する、こういうのほんと使いやすいんだよね。これが3枚ですね。結構除去が豊富。そして邪魂創生ですね。自分のクリーチャー破壊して3ドローできます。まあフーマコングバジルとコンボに使ってくださいっていう感じですね。怒涛の4積みか、来ました。ゴッドルピアです。ゴッドを召喚するときなんかコスト軽くなるとかあるんですが、このゴッドルピアプラスブラッティドラグン、そしてさっき出たフーマコングバジル、なんかこういうコンボってあんまないですよね、デュエルマスターズね。はい、これらをですね3体生贄に捧げます。はい、そうした場合ですね、山札シールド、マナ、ドレカのゾーンから破壊神デスを出せるっていうね。まあ、だからさっきの10マナ払わなくてもこの223でまあこれ並べなきゃいけないんだけど、ここら辺を、バトルゾーンに並べた状態でこのゴッドルピアのねタップトリガーを発動するとデスが出てくるっていうね、個人的に一度やってみたいギミックなんですけどね、なかなかこの3体をまず揃えるのが大変という状態です。そして死滅竜騎ガルザークですね。デュエルマスターズとロックマンエクゼが映画で一緒にやった時にですね、このカードプロモで封入されていました。まあ思い出深いカードの一つであると思います。はい、ガルザークが2枚入ってるのかな。あ、3枚入って最後のカードがよいしょ。あ、バジル、あ、バジルも3積みか。ほう。あ、4積みかな？うん。きっと4積みですね。はい。はい、最後にこの3体の説明します。この3体が揃うとですね、どんなことが起きるかっていうと、相手のゴッド以外のクリーチャー、神以外のクリーチャーは全て破壊します。神のカード以外のクリーチャーは全て破壊ということでね、神以外を全て吹っ飛ばした後に、ワールドブレイカーっていう、このカードは全ての相手のシールドをブレイクすることができます。その状態でね、ブレイクすればまあ相手はもう死ぬと。
はい、で残りの適当なクリーチャーでポンとアタックしましょうという感じになります。勝つってのも楽しいんだけどさ、なんかすごいコンボを決めてね、ロマンを味わうっていうね、一つの醍醐味であると思いますので、ぜひ皆さんね、試して遊んでみてください。この懐かしのデッキを使った対戦動画をシャマのデュエマチャンネルというもう一つのチャンネルでアップしようと思うので、よかったらそちらも合わせてご覧ください。最後にですね、この動画と合わせて、超重大発表という動画を上げていますので、ぜひ、ご覧ください。割と大きなこと言ってるんでね、見ても損はさせないかなと思います。ということで、シャマでした。さよなら。